この動画が投稿されているということは、私はもうダメになっているかもしれません。何があったか経緯を説明させていただきます。先日生放送の中でもお話ししたのですが、佐々木、何年ぶりか行ったら惹かれてしまうぐらいの年月ぶりに歯医者に行ったんです。そしたらなんと虫歯が10本ありました。私に何も言う資格はありません。悲しむことも怒ることも私には資格なんてないのです。原因は私、それだけのことですから。直ちに治療せねばならない、そうお話が進んでいったのですが、私の歯を検査してくださった歯医者さんが、虫歯が10本ある私の歯を見て、なんと1日で治しましょう、そういうのです。私は耳を疑いました。この医者、虫歯10本あるコーナー見て壊れちゃったのかなと、そうも思いました。ですが何の間違いもありませんでした。お医者さんは確かに10本の虫歯を1日で治しましょう、そう言ったのです。つまりなぜこのような動画が今日に投稿されているかと申しますと、今日なのです。その決戦の日が今日なのです。私、佐々木作は今日10本の虫歯を一気に直してくるのです。震えが止まらないよ。ビビってんのかって武者震いさ。みんな今までありがとう。次は佐々木作は綺麗な歯をしているのかもね。クリーニングもしてもらうんだ。最高だろ。でもみんなの前に現れなかったらさ、きっとその時はもう佐々木作はやめとこうか。やわなこと言うもんじゃない。10本一気に本気に直せるのか知らんけどさ、もしそれが達成できたなら、その時はみんな称えてくれよ、その医者をよ。みんなもさ、こまめに歯医者行けよ。やべ。